一応ね、あの僕の方では、あのネタは上がってるんですよ。ネタは上がってるって何ですか？ネタ？うまーい。まあなんか、まあツイッターでこういうメンバーで出ますよって言って、うん、リア友が、おいって、あのリア友の横田が、誰？あ、夏色祭りには気をつけろというふうに。え？いや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 。一応ネタ上がってるんで。いや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 。そんな、あれ、今回は大丈夫ですよ。いや、今回は。今回は任せてくださいって。そんな。まあまあ、じゃあ任せますけど。祭りさんのことってあんま知らないんだけど、危ない人なの？いや、危なくないよ、ちーちゃん。うん。今んとこ危ない要素一個もない。横田は嘘つかねえで有名なんですよ。いや、今回に限っては多分嘘ついてますね、それ。ああ、そうなんか。やられたな。あいつ、マジか。マジか。嘘をつかねえで有名だった。今回だけ初めて嘘ついた人生で、多分。あただいまー。あ、おいーす。おいーす。はい。にしても早いですね。隣接してるんですか？ん？トイレ隣接してるんですか？電車？あれ、隣接してるんですか？あ、隣接？あ、そうですよ、はい、もう今トイレで配信中。ああ、そうなんですね。そうそうそう、隣接とかいうレベルじゃな。うん、でもトイレにずっと座ってるとなんか腸が出てくるんですって。いや、多分16で、うん、お尻の穴からちょっとやめときますか、この辺で。3000回愛してるぞー。